みなさんこんにちは、えー、それでは2020年一時ベーシック講座の科目経営法務の第一回の講義を始めていきたいと思います担当はレックス専任講師の西村と申しますよろしくお願いします、えー、それではですね、えー、まあこれからあ2020年の一時ベーシック講座ということで内容を始めていきたいと思うんですけれども、えー、まずですね、えー、会社法から始めていきたいと思います、えー、経営法務はですね会社法 知的財産法そしてその他の法律という形で大きく3つの分野に分かれておりましてそれぞれですね会社法と知的財産法とその他の法律をテキストに沿って学習していくというのがこの講座の目的ということになります。それでですね経営法務はあの、まあ、皆さんご存知の通りあの暗記科目に あの普通は位置づけられてしまいますので、えー、まあ、あんまりとっつきにくいというですね印象を持たれている方も多いと思いますが、あのわかりやすくですね説明することを心がけながら、えー、進めていきたいと思います。ただそれでもですね特に数字の部分であったりとかそういうまあ、ここはどうしてもちょっと暗記しないといけませんねというところはその都度、えー、説明差し上げながらですね、えー、進めていければと思いますので皆さんもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。えー、それではですね、えー、早速、えー テキストのですね会社法というところから見ていきたいと思いますテーマ別ガイダンスで会社法となっているところですねページとしてはプレゼンターに直しますねはい、ページとしてはまあこの会社法となっているところを見ていってくださいでまずですねえー 各テーマの関連ということでそもそも会社法の内容がどういうふうな内容になっているかというところがこの関連というページのところに記載されているとおりになります。1の1、会社の種類というところから始まってですね最後1、1の18の株式市場株式の公開というところまであります。で、このうちですね、じゃあ重要なのはどこなのかということなんですけれども、もうそれはですね えー、出題傾向を見て、まあ、判断してていくことにはなります出題傾向を見頂ければわかるんですけれども、まあ、直近出ているものとあとはその品質しているものよく出ているものという意味ではこの会社の種類であったりとか株式、えーまあ、取締役会もそうですかね取締役会そして次のページにいきますが次のページにいきますが。 1>, えー、1の11の資金調達もそうですね、資金調達、そして、えー、合併会社分割というものと、まあ、直近出ているのが組織再編、会員組織再編ですね、あとは開示制度という、これらの内容がですね、よく品質として出てくるものになりますそ。それでですね、これらなんですが、会社法もですね、大きくいくつかの分野に分け,ら分けることができます。例えば 1>, この1の設立・定款事項株式となっていますが例えばここは設立とまあ言われる分野ですし、まあ、株式はちょっと独立しちゃっているんですけれども、えー、1の5の基幹設計のルール株主総会取締役会、えー、監査役会みたいなですねこの辺りはいわゆる、えー、基幹設計と呼ばれているもので,で資金調達というものはまあ単独なんですけれどもその後ここから。 よく言われる組織再編というものという形で大きくです、ね、分かれていて結局何が言いたいかというとまんべんなく出ているということです。設立も出れば株式も出る、基幹設計も出る、資金調達も出るし組織再編も出るという形で,です、ね、それぞれまんべんなく出ています。であの対策というのはです、ね、その下のページにも書いてありますがほぼ毎年3、4割程度が会社法から取材されるということで えーまあ、34割ということはです、ね、100点満点中の30点から40点程度は会社法分野から出てくるとそして出てくるもう分野会社法の中での分野も大きく分けるとさっきの設立であったり株式であったり基幹、えー、設計であったり組織再編であったりというのも,もう分かっているんですね出る場所はそれでもなぜ平均点が、えーまあ、小さい点になってしまうかというとそれは深い内容を聞いてくるからなんですよ。よかなりり、ねえー、ここにも書いていてる通り かなりこの細部の論点ですね聞く、えー、難問やまあケース問題つまりこの場合はどのように考えるべきかみたいなですね単純に知識だけを抑えるような問題ではない問題があのこの辺りは多く出ております、えー、なのでですねや,やや難しい問題で正答率を高めましょうとまあ書いていますけれどもそもそもこの講義の目的は基本的なところをしっかり抑えるというところに、えー、まあ主眼を置いていきたいと思うんですね。というのも 結局難しい問題に対応する時には基本的なところから積み上げてその難しいところにアプローチしていかないと結構経営法務というのは解きにくい科目になっていますそれはなぜかというと法律というものがそういうふうに作られているからですね。 法律というものはあくまでもまず原則大原則大大原則から始まってでも原則じゃうまくいかない場合があるからじゃあこういう場合には例外を立てようでこの例外も、えー、このままずっと使ってしまうと例外もともと求めた趣旨が。 反映できなくなるからさらに例外作ろうあるいはこういう場合のことを新しく付け加えようみたいな形で法律って作られていますのでいきなりですねその応用のところから入っていってもえなんでそもそもこれが例外扱いなんだろうみたいなところで,です、ね、つまずいてしまう。 なので、基本的なところそもそも株式って何なんだろうそもそも機関設計何で取締役って必要なんだろうというところからですね、えー、解きほぐしていかないと難問や応用問題が出た時に対応できないというのが、ねまあ、私の率直な感想ということになります。なので、えー、特にこの講義を聞いている方はですね今まで法律,法律分野、えー、触ったことがないやっていう方も多分たくさんいらっしゃると思う と思いますので、えー、まずはですねそこからあ解きほぐしながらですね、えー、講義の方を進めていければと思っております。でですね、えーまあ、先ほど言ったみたいに会社の種類と設立しょプレゼンター。 会社の種類と設立、株式、基幹設計、組織再編、まあ、これらの内容がです、ね、特に重要ということになってきますので、まあ、特に重要なものはです、ね、これ、重要ですよと、一つ一つ言いながら説明しますので、メモにです、ね、きちんと起こし,しておいてください。でもう一つ,もう一つです、ね、これは一番最初から取り組んでいただきたいというか、一番最初のタイミングでこれをやらないと、後で多分やる気力なくなってきますので。 え今これから私は初めて法律の勉強をするんだこれから初めて経営法務の勉強をするんだという方には是非、ね、やっていただきたいことが一つあるんですね。それは何かというとあのテキストトで数字が出ててきたらそれを全部別のノートにメモしてください、えー、例えばですね、まあ、よくあるんですけどもあとで、えー、こ第2回目で出てくるんですが例えば簡易組織再編というものがあって純資産の5分の1以下だったらみたいな。 言葉だったり取締役会は3名以上で構成されるみたいなですね、えー、そういう3とか5分の1とか、えー、そういう数字って結構経営法その数字をお、なんですかね文脈では理解するのって結構難しくてもう数字だけはなのでもうその数字は別のメモにとってですねもうその数字だけい、えー、なんてんつうかねまとめたメモみたいなものこれを、えー、常にこうアップデートしていって 試験の直前にそれを見ればああそういえば取締役会の最低構成人数は3名だなとかあこの場合は確か純資産の5分の1かであれば、えー、略式組織再編できるなとか、えー、そういうふうにですねそれで、えー、もう今から一歩目ですからここから、えー、もしかしたら来年の、えー、試験の前日までにアップデートしまくるんですよ。 そして数字は嘘をつきませんから、えー、試験で出てきた時に数字って絶対にそれが正しいか間違ってるか分かるんですね覚えていれば取締役か最,最低5名以上で構成されるっていう足が出たらそれは間違いなんですよ3だからで今のその試験問題が難しいのはそういう明らかに誤っているのか明らかに正しいのかっていう足が少なくなってるんですどんどん深く知らないとその正当のところまでたどり着けない え問題が増えているのでみんな点数が下がっちゃってるんですねでも難しい試験でも絶対数字というものは何問か聞かれるんですねなのでそこで分かれば得点にすぐ直結するんですよなのである意味得点源なんですね数字というものはだから 間違えないように、しかも最初から積み重ねて覚えていってほしいので、えー、今一本目を踏み出すときからですね、その数字というものはきちんと別のノートかメモから取ってですね、えー、しっかりと暗記をしていってほしいなと思っております。それ以外のところは私がわかりやすく説明しますので、えー、あまりえ心配していただかなくても結構かなと思います。はい。えー、ではですね、えー、じゃあもうあのガイダンスの部分はああまあ以上という形にしていきたいと思いますので。 早速、えー、次のユニットに入っていきたいと思います。